シャカル・ケーダーの戦いは、1724年10月11日に、インドのシャカル・ケーダーにおいて、ムガル帝国の最小でありニサアームの称号を持つ、カマル・ティーン・ハーンと同国のデカン総督ムバーリズ、ハーンとの間に勃発した戦い。シャカル・ケーダーの戦いとも呼ばれる。1722年2月8日、ムガル帝国のトルコ系貴族である、デカン総督カマルティーン・ハーンは、 皇帝ムハンマドシャーランギーラーにより、帝国の最小に任命され、国政の改革に取り掛かった。だが、彼は、皇帝の堕落やその側近の争いに対し、次第に愛想を尽かすようになっていった。1723年12月23日、カマール・ディーン・ハーンは帝国に見切りをつけて、デリーを出て、自らの所領がある、デカン高原に国家を樹立しようと南へと旅立った。 とはいえ、帝国は、この独立を許すことはなく、カマール・ティーン・ハーンに代わって、デカン総督となっていたムバーリズ・ハーンはこれを、迎撃するため、ハイダラーバードから軍勢を率いて出発した。カマール・ティーン・ハーンは対立する派閥に連なる、集大守の軍勢を破りながら南下しているさなか、このムバーリズ・ハーンの迎撃を受けた。両軍は、数度にわたり戦い、最終的に、 アウランガーバードから80マイルの地点、ベラール地方のシャカルケーダーで歯を交えることとなった。1724年10月11日、カマルティン・ハーンとムバーリズ・ハーンの両軍は、シャカルケーダーにおいて激突した。この戦いで、カマルティン・ハーンは巧妙な戦術で、ムバル帝国軍をカンプなきまでに打ち破り、ムバーリズ・ハーンを殺害し、決定的な勝利を収めた。これにより、 カマルティーン・ハーンは、実質的に帝国から独立し、彼を外する、ニザーム王国が成立するところとなった。戦闘後、カマルティーン・ハーンはさらに難進し、同年11月にハイダラーバードへと入場し、この地域の支配を固めた。1725年6月25日、帝国の皇帝ムハンマドシャーは、カマルティーン・ハーンの独立を認め、彼を、 デカン六州を総括するデカン総督の地位に任命し、アーサ・フジャーの称号を与えた。かくして、帝国は、その独立を認め、この地域を事実上放棄するところとなったのである。とはいえ、デカン六州はそれ以前の1718年7月に、ムハンマドシャーにより、マラウター王国にもその権利が認められていた。そのため、ニザーム王国と、 マラーター王国の争いはその後も続くこととなった。ありがとうございます。